こんにちは、ピカチュウ永井です。よく古文の勉強をしているときに活用表というのが出てくるんですが、やっぱり皆さんそれに対して苦手意識を持つ方が多くて、まあ、よくなんでこんなもん作ったのとかね、そういうことをおっしゃる方が多いんで、今日はなんでこんなのができたのかという話をしようと思います。活用表ができるまで、まあ、ちょっと長くなるかもしれないんで、いくつかに分けてお話しようと思うんで、今回はその第1回目です。まずですね、こう昔の江戸時代の学者さんがとかですね、こう昔の古文、要は平安時代とか奈良時代、平安時代、鎌倉時代とかの本を見ていくと、例えばですね、こう寒という動詞があった場合、これがなぜかけりとかぬとかが下につくと冷めぬっていう風にこう形が変わるっていうことをこう発見したわけです。でこういろんな本を読んでみるとみんなそうなってるわけですね。でこれは面白いということで、別のいろいろ調べてみると、例えばずとかむが下に来た場合もサムというじゃあサメという形に変わっていると、サメずとかサメんサメけりサメぬとか、そういう風にこう必ずむが目に変わっていることに気づいたんですね。これはどんな本を読んでもなぜかそう必ずなっていると。じゃあ他の動詞はどうだろうかと言ってみてみると、例えば咲くという動詞、これがけりとぬがつくとどうなるかというと咲きけりになっていると、咲きけり咲きに。で、図とかむがつくと咲かず咲かむのようにくがかに変わっていると、まあ、こっちは両方目なんだけどこっちは木とかかになっているなと、まあ、なんか別に法則がないような気もするけど、でもなんか同じ単語の場合は必ずこの形になる、図がついたらかになるとか、けりがついたら木になるとか、そういう決まりがどうもあると。ただそれは単語によって違うんだなと。じゃあ他の言葉が下についたらどんな風に変わるだろうかとか、違う動詞だったらどう変化するだろうかということをいちいちこう全部こう調べ上げた方がいらっしゃって、それをこう並べてみると実はある法則性みたいなものがあるということが分かってきたんです。ではどんな法則性がそこに見られたのかという話はまた次回の動画でしようと思います。今回はまずきっかけはこのように下につく語を見ていくとどうやら法則性がありそうだみたいなことがきっかけになったというお話でした。以上、ありがとうございました。ピカチュウ永井です。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して